どうも、スリカスイミングのスリカです。本日はちゃんとしたドルフィンキックのやり方と練習法をご紹介していきます。それでは行きましょう。8月のレッスン、半プライベートレッスンとあなたの泳ぎ撮影しますを行います。半プライベートはもう明日なので締め切りますが、撮影はあと3名枠がありますのでお早めにご予約ください。まずはバタフライの映像でキックを見ていきます。でほとんどの方ができてない本当のキックっていうことなん で、今回ドルフィンキックの何が言いたいかっていうと、多くの方は蹴り込みがちゃんとできてないです。で蹴り込みって何かっていうと、下にキックを打つっていうことなんですけど、今私がこの第一キック打った時に腰の角度が90度になってるの分かりますかね。これが蹴り込みです。大体の方は180度で止まってます、本当に。ということで次はドルフィンキックの映像を見ていきます。これビート板持ってやってるんですけど、持ってなくても別にいいです。で下に下ろす時に、腰がしっかりと曲がっててほしいんですけど、ほとんどの方は180度で止まってるっていうのは、大体の方は体を反らせてまっすぐ、反らせてまっすぐのドルフィンキックを繰り返してるんですけど、正しいドルフィンキックっていうのはまっすぐ蹴り込む、まっすぐ蹴り込むっていうのが正しいんですね、イメージとして。わかるかな、伝わるかな。なので皆さんが思っているよりも、もっとお腹をちゃんと使わないといけないし、腰をしっかりと折る、骨盤をもっと上手に使うっていうのがコツなんですけど、それをバタフライでやっていかないと息継ぎがうまくできなかったり、リカバリーで腕が上がらないとか、スピードがいまいち早くできないとか、そういう現象につながってしまうので、ここのグッて下にとにかく足を下ろすっていうのをぜひ意識してやってみてください。で本当はビート板持って顔上げの状態でやるのが一番やりやすいし効果があるんですけど、できないのであれば、次にやってほしいのは顔つけで、大体の方は顔つけはできますけどね。一番厳しいのが面かぶりキックって言って、ビート板持たないで腕伸ばした状態でドルフィンキック水面でやる、あれは正直私的には絶対やらないキックなので、もしねそれをやってて、なんとなくなんか進みが悪いなとか、やってる感じなんかよくわからないっていう方は今すぐやめてください。とりあえずビート板持ってやってみてください。でもしビート板持てない、ちょっと首が痛いとか肩が痛いっていうのはあると思うので、そういう方はちょっとレベルは上がるんですけど、水中キックをやってみてください。この後ご紹介していくんですけど、どちらかというとビート板キックよりも水中キックの方が効果は全然あります。私も現役の時はキックって言われたら基本的には水中でやることが多かったです。ビート板もいっぱいありましたけど、どちらかというと水中でやった方が私的にはすごい腹筋使うし分かりやすいなって感じてました。ということで水中の映像になります。で水中はレベルが上がるんですけど、なんで上がるかっていうと、ずっと水中に居続けるっていうことが難しいからです。で水中に居続けるためのポイントとしては、まず1個目がちゃんと推進力を生むっていうこと。一番最初に言った、ほとんどの方がやってしまってる間違ったキック、反った状態からまっすぐ、反るまっすぐっていうドルフィンキックだと確実に水中にはいられないです。でもう一個守っていただきたいのが、前に体重をずっと預けるっていうこと。これご自身が思ってるよりも10倍ぐらい大げさにやらないとすぐ上上がってきちゃいます。ほとんどの方は上がっちゃいます。
で、上がるってことはそれがバタフライにも反映されるっていうことなので、まあ、要するに前体重ができていないバタフライを泳いでることになるっていうことはどうなるかっていうと、失速はもちろんしますし、息継ぎで顔が上がらないとか、まあ、リカバリができない、そもそもスピードが全く上がらないバタフライを泳ぐことになってしまうので、できればこの水中キックまでしっかりとできた方がいいです。私の持論ですけど、バタフライはほとんどキックで進むと思ってるので、腕にもちろん頼ってもいいんですけど、頼るってことはその分疲れるっていうこと。でもキックは大きい筋肉を使ってるので燃費がいいんですよね。少ない力でもかなり大きな動きをすることができるので、どちらかというとキックメインの方がいいと思います。ではそのドルフィンキックを習得するために、ご自身だけでできる練習法を2ステップご紹介していきます。まず1個目、1ステップ目はこちらです。膝だけを曲げたキックですね。これは面かぶりでやっていいです。水面でやっていいです。まあ、基本的には推進力ほぼないんですけど、膝だけを曲げて、まあ、いわゆる膝打ちキックっていうものですね。それをやって、足の甲で水を下に押すっていう感覚を身につけてみてください。そして1ステップ目ができたら、次こちらですね。今度は先ほどの動きに加えてお尻をグッと上げていきます。これでほとんどドルフィンキックは完成です。膝だ曲げたキックからお尻をプッと上げる。で、お尻を上げた時に蹴り込みが起こるので、その感覚を覚えてください。で、この2ステップ目を早くしたバージョンが本当のドルフィンキックになるので、慣れてきたらスムーズにやってみるっていうのを、まあ、ビート板持つか、もしくは水中でやってみてください。でも独学でやるんだったら絶対こっからやった方がいいです。ほとんどの方はドルフィンキック間違えてるので。ということで、以上がドルフィンキックのやり方、コツのご紹介でした。ぜひ参考にやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。撮影会の枠、あと3枠なので、早めにご予約お願いいたします。バイバーイ。